レーベンスボルン、レーベンスボルンは、ナチ親衛隊 SS が、ドイツ民族の人口増加と、純血性の確保を目的として設立した、女性福祉施設。一般的に、生命の泉、または、生命の泉協会と翻訳されることが、ユダヤ人絶滅のために強制収容所と対象をなす、アーリア人増殖のための収容所である。未婚女性が、 アーリア人の子を出産することを支援し、養子仲介なども行っていた。ドイツの年間出生数は1920年には89万4928人に上ったが、第一次世界大戦に敗戦し200万人の戦死者が出たことで1932年には、年間出生数は51万2793人に激減した。また、 大戦後の世界恐慌による生活苦によって打体手術が流行し、1937年には出生数を超える60万から80万の打体が行われた。こうした事態から1934年3月、ナチス福祉局 NSV は母子援助制度を開始し、女性の出産育児に対する経済支援を展開した。父親が十分な養育費を支弁できない家庭への 経済援助策として、ドイツ児童手当制度、ダスドイチアンスティチュ FR ジャワンドヒルフ EV も同時期に開始された。人口政策的な目的を有する児童扶助、キンダービヒルフが導入されたのは、ドイツにおいてこれが初であった。1935年12月、SS 長官兼ドイツ警察長官、ハインリヒヒムラーは、母子家庭の支援団体である、レーベンスボルン。 別名生命の泉協会をシュトベルリンに設置した。1936年8月15日、レーベンスボルーンは最初の母子保護施設、高知層をバイエルン州エーベルスベルク郡シュ主インヘイリン区に開設した。高知層は設立当初は母親30人、子供55人を常時受け入れ可能な規模の施設であったが、1940年までに受け入れ可能人数が倍増され、 SS 以下、グレゴール・エープナーが運営責任者として任にいていた。レーベンス・ボルンは、新衛隊本部の一つであるカール・ボルフ、新衛隊全国指導者個人幕僚部の励下にあったが、自律的に運営されており、SS とは無関係の帽子も利用できたが、入所要件として、人種的、経類的条件を満たす必要があった点は、SS と類似していた。 施設の維持は民族的義務と懸念され、運営費用の多くは SS 兵士からの寄付で賄われていた。高知層の成功を受け、レーベンスボルンの母子保護施設は国内外の各地に続々と設置されていった。子供たちは親たちの戦争犯罪とは無関係だが、第二次世界大戦後、親世代の戦争犯罪を理由に避難されると自身の出自を意識するようになっていった。 1960年代に入り、当時の子供のたちの多くが思春期、青年期を迎えると、子供たちの多くは、罪の意識を感じるとともに、社会に拒絶された自分たちの親を走るようになった。生命の泉計画は、ドイツ国内を中心に展開された政策だが、ヒトラーは、ノルウェー人などの北方人種を、より純粋なアーリア人とみなし、ドイツ人のアーリア化を推進するため、 ドイツ人、ナチ党員男性と、ノルウェー女性との性交渉を積極奨励していた。他のナチスドイツ占領地域では、このような行為は禁じられていた。そのため、ノルウェーでは、ドイツ人の父とノルウェー人の母の婚結児を対象とした、レーベンスボルン施設が存在した。1940年から1945年までの間に、ノルウェー国内10カ所に設置された。 レーベンスボルン運営の3人で出生した子供は約8000人おり、その他の施設で出生した約4000人と合わせ、約1万2000人の子供が中流ドイツ兵とノルウェー、人女性との間に生まれたとされる。ドイツ降伏後に当時のノルウェー政府が対敵協力者の処分を決定し、上述のノルウェー人女性約1万4000人は逮捕され、そのうち、 約5000人が18ヶ月間強制収容所に入れられた。ドイツ兵と結婚した女性については、ノルウェー国籍を剥奪され、出生した子供には極めて戦略的な知能鑑定が行われ、子供たちの半数は知的障害の可能性が高いとの恣意的診断を受けた。ドイツ兵と占領地の女性の間に生まれた子供は、フランスで約8万人。 オランダでも1万人以上いたと推定されているが、このように政府が公式に迫害したのはノルウェー政府だけだったと言われる。1999年12月、こうした迫害を受けた本決時122人が欧州人権規約に反するとして、ノルウェー政府に国家賠償を求める訴えを起こした。このうち7人については事実関係が認められたものの、 裁判では事項により損害賠償は却下された。しかし2000年に、当時の首相がこの問題について公式に謝罪し、2002年に、ノルウェー国会は公式謝罪と保証を政府に促す、決議を全会一致で採択した。2004年7月、迫害の内容に基づき、核被害者に対し2万ノルウェークローネから20万、ノルウェークローネ保証が決定した。 スウェーデンのポップグループアボのメンバーだったアンニーコール・フリット・リングスタットもドイツ人、ナチ党員の父とノルウェー人の母の間に生まれた子であった。彼女はノルウェーでナチスドイツ崩壊直後に生まれたがナチ残党への追求を避けるため母と共にスウェーデンへ逃れそこで成長したため知的障害者施設への収容は免れた。彼女もまた 実の父が存命中にもかかわらず、父は死んだものと聞かされて育てられていた。生命の泉計画では、ポーランド、チェコ、フランスなどの占領地域での子供の拉致が政策的に行われていた。ポーランドではおよそ5万人から20万人の子供が拉致され、検査を経て、アーリア人の条件を満たすと判断された子供は、出生証明書を書き換えられ、 選定された新しい家族のもとに送られた。子供たちの多くは本来の肉親のもとに返されることはなく、また自らがポーランド人であることも知らなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。